労働者の闘争は、フランスのトローツキスト政党。フランス政界においては、極左政党と分類されることが多いが、フランスでは、フランス社会党やフランス共産党のような、規制左翼政党より、政策的に、左に位置する勢力が、極左とみなされることによる。国際的なトローツキスト運動の一潮流である、国際共産主義者連盟のフランス支部でもあり、その最大組織である。 現在の党首はナタリー・アルトをフランスに留学していたルーマニア人トロツキストであるデイビッド・ケルナーによって1939年に設立されたトロツキストの小さなサークルを源流とする。このサークルは1947年のルノーでのストライキに積極的に関与、支援するが、この闘争で消耗し、1952年に崩壊する。 このグループを復活させる様々な試みがロベール・バルシア、ピエール・ボイスらによってなされ、1956年にボア・ウーブリエール、労働者の声へと発展的に設立された。ボーカルは、1968年のパリ5月革命での役割によって当局によって解散命令を受け、リュット・ウーブリエール、労働者の闘争に改組された。LO は、 その設立から一貫して、先進的労働者の結晶としての革命的、労働者等の形成を目指し、その活動の多くを、労働組合内部でのイニシアチブ獲得あるいは、労組の急進化を図るような活動や、街頭デモのような大衆運動ではなく、自派に、先進的労働者を獲得するための宣伝に比重を、奥組織スタイルに特徴がある。また、大衆運動よりも、 選挙での議席獲得に力を入れることで、フランス共産党にとって変わる左翼政党となることを目指す。アルレット・ラギエ元銀行員で、労働者諸君で始まる演説のスタイルで、一定の大衆的人気を誇るアルレット・ラギエを用して、 プロレタリア独裁を子役に掲げ1974系1981兆1988億1995万2002年と5度フランス大統領選挙に挑戦しており95年には 5.3%2 年にはフランス共産党の候補を上回る5.72%の票を獲得した l は2002年大統領選で 極右の国民戦線のルペン候補とジャック・シラクの決戦投票に際して、シラクもルペンも右翼であり、プロレタリアートに右翼への投票を呼びかけるのは誤りという立場から投票ボイコットを呼びかけ、フランス共産党やフランス社会党、革命的共産主義者同盟などが反ルペンの投票をと呼びかけたのに比して際立った立場を示した。 1999年欧州議会議員選挙では LCR と共同リストを作成して選挙に望みに議席を獲得した。LO は2007年フランス大統領選挙でモラギエを擁立したが前回大統領選における極右政党国民戦線のジャンマリー・ルペン候補が決選投票に進出した衝撃から左の左支持層が 勝てる候補に投票するという傾向を示し、また社会党、セゴレーヌ・ロワイヤルの有効な投票をという呼びかけがこうそうして、全体として、左の左が陥没した状況の中で、ラギエも488,119票の獲得に止まり、前回、前々回と比して、大交代するという結果となった。ラギエは、恒例を理由に、この選挙を最後の出馬として、 次回以降は若手後継者を立てると表明した。LO は、この選挙の第一次投票の結果が出た直後に、フランス社会党のセゴレーヌ・ロワイヤル候補と右派のニコラ・サルコジ候補の対決となった、決選投票においては、反右派の立場からロワイヤルへの投票を呼びかけている。2012年フランス大統領選挙では、ラギエのスポークスマンを務め8年から、 同志の後継者となったナタリー・アルトを擁立したが、4月の第1回投票では20万2561票で9位に止まった。LO が形成している国際革命組織であるインターナショナリスト・コミュニスト・ユニオン国際共産主義者連盟は、フランスの海外圏や旧宗四国のフランス語圏を中心に組織されているが、フランス以外の国では、 サークルに近い小党派しか組織できていない、と言える。ありがとうございます。